3番タイキシャロ、5番人気、8番ミホノブルー、9番人気です。2番人気、4番スマートファルコン、1番人気に負けた。ついに大舞台の幕が開けます。レオ杯決勝。現在1番人気は三冠ウマ娘、2番ミホノブルボン。続く2番人気はここまで無敗トリプルティアラのウマ娘、スマートファルコン。注目のここまで無敗2大マイル戦覇者タイキシャトル、3枠3番での出走。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。スマートファルコンと8番ミホノブルボン、この2人が競り合っていると。最後方からのレースとなった待機シャトル、大丈夫か。ちょっと厳しい位置ですが、ここからの巻き返しに期待です。先頭はスマートファルコン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは8番ミホノブルボン、マルゼンスキー。並んできた2番ミホノブルボン、ここにいた。外を通りましてマヤのトップガン、まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。突っ込んでくるマヤのトップガン。2番手争いはマヤのトップガン、2番ミホノブルボン。200を通過スマートファルコン、苦しいけど粘っている。並んでくるマヤのトップガン、マヤのトップガン、差し切ってゴール。優勝はマヤのトップガン。優秀たるその走りでレオ杯を見事に制しました。2着にはスマートファルコン、3着に入ったのは2番ミホノブルボン。